ニューミュージカルエクスプレスはイギリスの週刊音楽雑誌、週刊新聞。一般的に NME の略称が使われ、正式名称の認知度は低い。1952年から続く老舗雑誌であり、音楽メディアとして世界的な影響力があると言われている。創刊号は1952年3月7日。当初の NME は、 光沢のない標準的な新聞印刷用紙を用いたタブロイドの形だった。総関連の11月14日に米国のビルボードを参考に最初の英国版シングルチャートを作成。英国の周辺地域の店舗売上からの集計からトップ12を発表。チャート1位はアルマルティーノのヒアインマイハートだった。1960年代。 新しい英国グループを持ち上げる働きをし、最も顕著だったのは、ビートルズとローリングストーンズで表紙を飾ることが多かった。1970年代に入ると廃刊の危機に、オチールが人気を回復し、イギリスで最も発行部数の多い音楽史にまで成長した。九百八十年代から九百九十年代には、ポストパンク、ヒップホップ、マッドチェスター、 シューゲーザー、グランジ、ブリッドポップと目まぐるしく変わる音楽業界と共に浮き沈みを繰り返した。1998年3月21日には新聞用紙での発行から現在の雑誌タイプに変更された。2000年代に入ると長年のライバルだったメロディーメーカー誌を吸収合併した。2003年以降インターネットの普及により発行部数が減少し続けた。 2018年3月9日の号をもって66年続いた印刷版を休刊しオンラインに移行した。現在はウェブサイト nme.com で出版を続けている。1996年ウェブサイト nme.com を開設した。扱う内容は音楽ニュース、レビュー、インタビュー、音楽配信、映像配信など多岐にわたる。雑誌と 並行した内容以外にもたくさんのコンテンツがあり他の音楽メディアと同じく紙媒体からウェブへと徐々に主戦場を移し始めている。なお2015年7月10日18時から日本版の運用を開始した NME Awards は NME によって毎年開催されている音楽ショー。1953年に NME ポールウィナーズ コンセールとしてスタートした古くからの賞ーレースで、イギリス国内の大きな音楽賞の一つである。各賞の受賞者は、読者の投票によって決められる。NME では年間のベストアルバム、ベストソングをランキングにして発表している。NME アルバムオブザイヤー、NME シングルオブザイヤー。ありがとうございます。